とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきましょう。今シーズン、序盤はそうでもなくって後半がちょっと難しいっていう感じですかね。まあ装備選びを間違えなければそう難しくはないと思います。 OK。 まあ特に2回目のボスの、邪悪なレイス、あいつを早く倒せれば、そこそこ早く周回ができるかな。まあ防具がね今回あんまりいいのがないので、ちょっとダメージには注意していかないといけませんね。防具がね今回良くないのよ。いいやつがあんまりない。はい、おしまい。次、初期装備のエンチャント全然良くないんですよね今回は。でここで、汚染された種を取っていきましょう。この足止めが結構いい感じです。足止めがすごくいい。よし、うまいことね、この雑魚処理もできるっていうところがいいですよね。 OK。 で意外と今回は、弓を多く使うので矢が出てきてくれると結構嬉しいです。オッケー、いいね。今回のね弓はあのコブクロスボウのいいやつが出るんですよね。あれがかなり使いやすい。なんか隠れてんな。あー、そこかい。はい、2回終了。ここ何もいりません。序盤の何回ぐらいかな、最初のボスが出るぐらいまでは結構敵も少なくっていい感じなんですよね。ボスが出るくらいまでは。よし、ほい、はい。もったいなかった。うまいこと種でね倒していけたら早いんだけども。よし、当たってない。よし、やっぱりいたか。こっちにいるかなと思ったらやっぱりいた。ここでパワーシェイカー取ります。序盤はこのパワーシェイカーが、鍵になると思います。これが一番ダメージ稼げるもんね。よし、で中盤ねちょっといつも取らないような武器を取ります。今回はちょっとまさかのやつを取ってますけども、多分それが最善策だと思う、おそらく。よし、終わり。なんだろうねこの時間差みたいなの。倒したすぐじゃなくてちょっとしてからピンってなるんだよな。でボーンクラブ取ってください。でエンチャントで吸血と火属性2でいいです。いきまーす。ボーンクラブは本当ね誰でも使いやすいと思います。この武器好きだな。でここも敵はそんなにいません。こっち側に2体いるかな。よし、 OK。 であと何体か倒しておしまいです。あ、上から行った方が早かったか。いや、いいや。よし、おい、ゾンビがちょっと待って、変なとこ行ってる、変なとこ行ってる。そういう変な動きをされるとちょっと時間かかるんだよね。5回終了。次、ここで雷の杖取っていきますね。この雷の杖で、ボスを
ボスって、うん、邪悪なレースね、あいつを早く倒す感じです。いいか、あいつ取っとけ、後で倒そう。しゃ、やっぱね、無敵になる系のボス、あいつら嫌だよね。特に邪悪なレイスとテンペストゴーレム、その2体は本当に嫌い。しゃあ、ここが結構種がないときついんだよね。種が大活躍する6回で傭兵のアーマーをしていってください。でエンチャントでトゲをね入れていきましょう。このダブルトゲが意外といい感じ。うん、反射ダメージで結構最後の方が倒せるんだよね。まあ序盤でも倒せるか、ある程度入り出せば。もう余裕でしょう。よし、パワーシェイカー使うこともなく一発とプラス火属性のダメージで倒していけるんでね、ほんと余裕。で8回は何もいりません。7回か。ああ、思いっきり食らってるわ。思いっきり食らってる。ここのね、こいつら本当に嫌いなんだよな。よし。OK。でも、防具をね、パワーアップさせてるので、傭兵を新しくね。それがあるんで、まあまあまあ、大丈夫でしょう。固まるなって。固まるとやばいからね。はい、おしまい。固まるなー。でここで変えましょう。星なき夜でーす。でパワー商人、ここでねパワーシェイカーを上げたいところだけども、ボス用に雷の杖を上げていきます。そうするとダメージが、11500、結構高いんですよね。通常状態で打つと弱い時6000ちょっとしかダメージないんですよ。倍になるのでこれで結構楽に倒すことができるようになります。でエンチャントは働き鉢と火属性1でいいです。トゲの方を多めに入れてください。次の商人で防具をね、あげたいんですよ。黄金商人で。なので、ここは、よし、OK。エンチャントを、フルまで入れておきたいところですね。黄金になって入れると、ちょっと効率が悪くなるので。そして、10回は何もいりません。これいつもなんか敵がね多めのイメージですけども、そんなに多くないです。で3あるのでトゲを入れましょう。これで反射ダメージが、400% になります。ダメージを受けるとものすごい反撃が出ますね。普通のゾンビとかだったら反撃ダメージって倒せる感じです。できればね火属性は2入れていった方がやりやすいんだけども、まあ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 いいでしょう。1でも全然倒せるんでね。よし、おしまーい。11回終了。ここは何もいりません。でボスですね、プレステ版は右からです。
スイッチ版は、逆側だと思います。おそらく、おそらくね、ちょっとわかんないですよ。 OK、 おしまい。そしてエンダーマン倒しましょう。よし、エンダーマンにもね、このね、反射ダメージがものすげえ入る。はい、シャオリーで12回クリアで、報酬何もいりません。ここ結構めんどくさいんで注意してください。ここは結構めんどくさい。まあクリーパーはよし、危ないと思ったら種を使って止めていってください。 OK、危ねえ。とにかく危ないのがクリーパーと、ジオマンサー、その組み合わせですね。あと雲か。とにかく雲での足止めがあったりするとやばくなりますので、そこは注意ですね。はい、多分13回が今シーズンの一番難しいところかな。うん、13回がなかなかやりにくいかなと思います。報酬いりません。次行きまーす。よし、 OK、 いいね。で、ここネクロマンサーいるんで、うまいことパワーシェイカーとか当ててサクッと倒しちゃってください。よし、あー、うまいこと当たんないな。よし、でも全然大丈夫。14回クリアです。ここで弓をようやく変えますね。コグです。コグクロスボウをつけてください。エンチャントは、長弾3だね。長弾3の、ボーナスショット1。とりあえずコグはこれで完成っていう感じですね。よし、 OK、 しゃで、難しくなるのが、2回目のボス倒したあたりかな、からまたちょっとね、めんどくさくなります。でもまあまあ、めんどくさいって言ってもそう大したことはないですけどね。いいね、ちょっと待って、登らして、いい。で、あー、ちょうど切れた。もったいなかった。もったいない。はい、15回終了で、パワーシェイカーをね、ここで変えていきましょう。最初のね、商人でパワーシェイカー上げても、まあ全然強いんですけども、ちょっともったいないんですよね。後で、これが出てくるので。まあ、初見の時はちょっと、あれはミスりましたけども、まあわかんないからね、何が出るかが。OK。で、今回ちょっと矢が151本、少なめです。あんま出てくれなかったね。まあ大丈夫でしょう。うん、お肉取りたかった。終わり。16回終了で、ここでサイス変えていってください。もう武器がね、ちょっと弱くなってるので、サイスに変えていきましょう。火属性追い打ち、魂、あ、謎の共鳴、この3つでいいです。んで、ここで防具を上げていきましょう。ほんと今回ね、防具がね、いいのがないんだよね。なので、今回は傭兵をずっと着ていってます。今の商人でね、防具上げないと、ここ結構きついんですよね。ダメージが結構でかいので。ここは防具を入れておきたい。
まあ、前回のシーズンでここすごい難しくて、まあ、それに比べるとそう大したことはないんですけども、でもそれでもねダメージここ結構でかいので注意は必要だと思います。倒した？倒したね。よし、 OK、 ソウルももういい感じになってきました。よし、 OK、 うん、商談がうまい感じで入ってよかったな。でここで虚無の矢筒ですね、これを取っていきましょう。汚染された種と交換して OK です。ちょっとここはパズル解きます。あ、おーおーおお、はい、 OK。 やっぱりここはね若干時間かかるんだよね。まあ仕方ない。 OK、 おしまいかい。意外と上少なかった。で19回おしまいです。でここでレイピア取ります。まさかのレイピア、まあパワーシェイカーあるからねなんとか使えるんですよ。でエンチャントで虚無です。虚無を入れていってください。この虚無さん、あの武器虚無がねこれぐらいしかなかったのよ。なんで道中若干辛いかもしれませんけども、ボスがねすごく楽になるのでこれがおすすめです。まあまあ辛くはならんかな、うん、弓が強いので多分大丈夫だとは思います。うん、嫌いだわお前ら。よし、 OK。 うん、やっぱコグが強いんでね大丈夫です。全然いける。 OK、 落ちた。はい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 、レイピア単体火力本当にないからね。パワーシェイカー頼みです。はい、こう何もいりません。でエンチャントで虚無さんですね。で倒し方は虚無を、使っていきます。虚無を当てて、で倍率出たところで雷の杖っていう感じですね。虚無を当てて、あーもうこいつ、よしよしよし、こんな感じでうまいこと削っていってください。どこいる？そっちかい。うまいこといけば速攻倒すことができます。このねうまくワープでね避けられるんだよね。うん、危ね危ね。あ、下手くそだな、下手くそだな。よし、 OK、 いく、次で、あ、よっしゃ、 OK、いい感じ。おーい、まあ、次で、あ、次で弱点ロックするので大丈夫だね。おしまい。まあ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 、ちょっとミスっちゃったんでこんな感じでしたけども、うまくいけば速攻倒せます。完全にミスったな。で雷の杖一応パワーアップさせていきましょう。でここね反対側、あっち側がほんと敵多いので注意してください。あーダメだ、行きそびれた。雷の杖で倒せばスッといけたかな。まあいいでしょう。で反対岸がすごい敵多いです。パワーシェイカー使って一気に行くといいですね。はいはいはい。で反対側、こっち側が、クリーパーが
結構いるので、思いっきり外しとるか思いっきり外しとる。でこっち側はそう大したことありません。まあ、弓で行ってもいいし、パワーシェイカーで行ってもいいんじゃないですか。はい、2回終了。何もいりません。でここもちょっと敵多いです。多いんだけども、まあ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 、コムクロスボウ使えば大したことはないかな。あー、ミスターパワーシェイカー使えてない。よしよしよし、オッケーオッケー。いいじゃん。おー、なんかあれか、サプライズギフト入ってる。よし、オッケー。結構よし、ダブルトゲが効いてる。トゲのダブルがかなりダメージ与えてるんで。で23回終了。最近よく固まるよね、なんだろうね。で両刃斧変えてください。もうあの武器はもう本当に弱いのでいらないいりません。でここも適当でいいです。とにかくクリティカルだけ入れてればあとはなんとでもなると思います。で防具上げます。反逆者ですね。行きましょう。でここタワーガードがちょっと出てくるので注意してください。弓跳ね返されるとかなり痛いのでそこ注意ですね。よし、いいんじゃない。はい、危ねえ、弓使ってた。危ない。でもさすがだね、さっき商人であげたばっかりなんで全然余裕でいける。あとはお前らでおしまいか。ははは、反射ダメージだった。はい、次、コククロスボウパワーアップさせていきましょう。エンチャントは長弾と、火属性、これで OK です。虚無は入れなくて OK ですね。とにかく長弾、重要なのは長弾でダメージガシガシ与えれるので。いいかな、いけ。パワーシェイカーで一気に突っ込む。でこのガーディアンはめんどくさい。でまだいるでしょ、こっち側意外とね、後湧きするんで。よし、ちょっと嫌なやつなんですよね。であとは向こうを蹴散らしておしまいです。しょ、あれ、え、あー、チビが残ってた。チビがいました。はい、んでここでクレイモアに変えましょう。まあそのまんまでも全然いいっちゃいいんすけどね。最終的に、クリさんとトムさんが入れば OK だ。危ない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 、あっぶね。よし、危ない、ちょっと隠れてたね。ここも意外と気をつけないと。敵は多いですね。よいしょよいしょ。では続いてボスですね。
さっと倒しちゃいましょう。ドラと虚無のやつを変えていきます。でクリさんですね。ここはもうアーティファクトを全部フル活用して倒せば速攻で終わると思います。よし、終わり。28回終了。さあ何が出るでしょうか。何が出てたの。不滅のナイフでした。エンチャントは、衝撃波にいりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。